なんかいいも悪いも取れない拍手なんですけれども、どうしたらいいですか、これは。これどっちか決めた方がいいんですか。いや、なんか殴り合い的な喧嘩みたいな起こってしまってもね、私の発言でどんなことが起こるか分かりませんから、ちょっと言えないから、どっちでもいいんですよ。まあこの間ね、マリトをいただいて、あっと思ったんですけど、同じようなこと何回か私いただいたことあるんですよ。そんな皆さんの中でこだわってるところなのかと。そんな大事なポイントでした。あれ、そうでもない、えらい問題になってるみたいな感じだったんですけれども、あ、ぶっちゃけ皆さんもどっちでもいい。なるほど。いや、なんかよほど重大な問題なのかと思って、この DVD 撮影が入っているという貴重なこの回にあえてそのお話をねさせていただいたっていうのに、もうカットですよ。だってどっちでもいいみたいな、なんだその話みたいな感じで今皆さん聞いてたじゃないですか。いや、やだ、なんかどんだけ揉めてんのかと思って内心ちょっとドキドキしたんですけど、なんかちょっとソースはちょっと楽しくて、なんだ、じゃあもういいです、忘れてください。さあ、じゃあ気を取り直して、いいでしょ、だって気を取り直して、はい、忘れて、大人はみんなできます、忘れて、ここからまた皆様のそのお声をお聞かせ願いたいと、体の動きも同時にいただきたいなと思うんですけれども、2階席準備はよろしいですか。元気、1階席どうだ。バンドメンバーどうですか。イエーイ、自分運ぶのに
寿司。